Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに両で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ1200m、 まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、14番大気預けがやはり行きました。そして外を通りまして、5番ウィアーザワールド、そしてその後ろから2番ジャックスピゴットラーグ、8番サーフェスモデルダークソウルがかわしていきました。そしてエンジェルホワイト、その外にスーペルレアデッゼ、ロマンスエンペラーはまだ後方、ようやく追い込み体勢、グリンカダンが2番手、外から懸命にウィアーザワールド、黄色い帽子グリンカダン、グリンカダンかわした、2番手にエンジェルホワイトだ、グリンカダン先頭、グリンカダンが勝ちました。エンジェルホワイトは2着、3着にウィアーザワールド。第1レース、1着7番、2着6番、3着5番、以上のように確定しました。プレミアカップ2600m、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か、みんなのダービーは早くも何が何でも行くんだという感じ。大逃げにスタンドから歓声が溢れております。これを追って10番ウマゴンブースト、それから離されまして白ゲーマシカス、それからダンムル、そしてその後ろから11番谷のアーバンシー、電車機ファイナルはこの辺り、外を通って9番オーテンカイザー。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。電車地ファイナルは3番手といったあたり、先頭はみんなのダービー、電車地ファイナルも懸命に追うみんなのダービー、先頭ウマゴンブーストがかわした、内からみんなのダービー、先頭ウマゴンブースト、外から懸命にルミオンパーティー、ウマゴンブースト先頭、ウマゴンブーストが勝ちました。みんなのダービーは2着3着に電車地ファイナル。第2レース、1着当番、2着6番、3着以上のように確定しました。
プレミアカップ 1800m まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、先手を取って12番エオストレ、レープジネマスマベーがこれを追って12番エオストレでやります。13番リーガルグリーム、ちょっと離れて8番イマチュアヘブンであります。ヤッキメントがそのうちにいます。アロゲート、うちを通りましてエストソルシエール、2番リーテクノライフ、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。フリーズはまだ後方、フリーズピンチ、レオストレが2番手、エストソルシエールも懸命に追う。デープジネラスマベ先頭、この辺りで先頭はレオストレ、ティーノスナタが3番手、ティーノスナタ、ティーノスナタ先頭、勝ちました。ソリッドスティールは2着3着にレオストレ。第3レース1着14番2着6番3着13番以上のように確定しました。プレミアカップ1700m まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、先手を取って9番ネココネコロガール、それから離されましてトブカイテイオ、外を通ってダーレーの名にかけて、そして内からは4番白ゲーマツーララ、その外からはシリアルショットラムハロンガ、その後ろそのうちにドーナノキラークイーン、外から1頭ブルーアマリリス。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。ドーナノは3番手といったあたり、外から懸命にドーナノ、10番ポジッキングハチプレ、2番手にドーナノ、シリアルショットも懸命に追う。1番ドーナノ、黄色い帽子シリアルショット、ネココネコロガール先頭、ネココネコロガールが1着でゴール番を通過、2着はシリアルショット。第4レース1着9番2着7番3着1番以上のように確定しました。プレミアカップ1200m まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。14番ラガーマンがやはり行きました。向かいます。12番スーペルエスペシャル、あと行きがその後ろその外にアンファッショナブル、それから全て見切っておりのレーバテインヒルサイドビラ、そして内からはアユちゃんパワー。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。アット行きは6番手といったあたり、依然先頭ラガーマン、そして外にスーペルエスペシャル、それからレーバテイン先頭ラガーマン、スーペルエスペシャルも懸命に追う。ラガーマン先頭、スーペルエスペシャル先頭だ、スーペルエスペシャル先頭、1着スーペルエスペシャル、2着は全て見切っておるぞ、3着エクリプスダーレ。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に7番10番、14番、9番、12番、以上のように確定しました。